全部つながるでしょ、これで設計が、はい、これが動線設計ですね。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。去年2021年の12月に一度事業相談させていただいて、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。昨年は骨から整える骨格ボディメイクっていうのをやってまして、トレーナー20年ぐらいやっています、はい、コロナを境目に昨年はオンラインでやってきたんですが、前回、はい、の時に単価が安すぎるというご指摘をいただきまして、はい、今回2022年1月に3ヶ月講座というのを出しまして、はい、11名の方にお申し込みいただきました。おー、素晴らしいですね。そうですね。でマンツーマンのリアルも少しだけやっていて、まあ、2名の範囲も決まってるので2名とか少なめでやっております。ただ売り切り型で全く積み上がらないビジネスモデルっていうのは、はい、全部一人でやっているというところで、はいはい、2月からオーナー制度というかそういうものを作っていきたいなというふうに考えています。はい、今ゼロ期という形で3ヶ月講座をやったので、次それの1期という形でまた3ヶ月講座をやりながら、その中でもう本当に少ない人数3ヶ月間見ながら2名か3名ぐらい近しいことをできる人を作っていきたいなというふうに思います。はい、これオンラインですよね。店舗じゃないですよね。はい、以前店舗のことも相談させていただいたんですけど、はいはい、私がレンタルスペースを借りてやっているということで、はいはい、店舗を構える必要はないんじゃないかというアドバイスもいただいたので、はい、リアルもありつつオンラインメインという形で両方組み合わせていくのが一番いいかなというふうに思ってまして、あとはフロントのところでカメラマンさんと合わせて撮影会をやったりとか、ボディメイク以外のもなっております。そのオーダー制度なんですけど、はい、いくらいただくんですか？3割考えていました、はい、ただ独立問題というところがあるので、はい、上限は例えば10万円とか、はい、これオーナー制度は握手だなって思って、僕だったら絶対そっち行かないんですよ。だってオンラインですよね。別に正社員にする必要ないんですけど、はい、自社でサポートスタッフでやって、はい、別にオーナー制度にする必要なくないんですか？だってそれオーナー制度にしたら自分たちでじゃあ集客すんのっていう問題があって、自社のサポートスタッフだけで固めちゃったらどうなんだろうかっていう部分で、そこでオーナー制度を作るからこそ独立問題をぶつかるわけじゃないですか。そもそもオーナー制度を作んなかったらどうですかっていう、店舗がかませるっていうんだったらオーナー制度を作らないと店舗に立つ人っていうのは必要なのであれですけど、オーナー制度にしたらその人たちが集客しなかったら、増やせば増やすほどそこにお客さんを送り込まなきゃって追われるんですよ。要は協会みたいなもんですよ。協会は本当難しいよっていう。オーナー制度ってその人が集客するんだったらとか、リスティングの広告運用で全部済ませるんだったらいいと思うんです。そのリスティング費用もいただいた上で、だけどこっちが明らかに血と汗と涙を流しながら集客した人を流したところで、オーナー増えれば増えるほどもっと流さなきゃいけないし、集客が足りてませんとかっていう問題ともぶつかり合ってくるわけですよ。僕だったら単純に売れれば売れるほど継続サポートっていうバックエンドコミュニティに落ちてきますっていう風になって、そこを単純に100人から1000人集めたらどうですかっていう問題なんですよ。その方が自社で全部管理できるので、ごちゃごちゃ言う人が増えていかないっていうのは大事ですよね。自社サポートスタッフを数名増やせばいいんじゃないですか。売上の何割かを、いや売上の何割じゃないですよ。人件費でしょ。お給料でいいじゃないですか。例えばじゃあ美意識が高いけど空いた時間でお仕事したいみたいな人だったら月15万とかで喜んでやってくれますよ。人によっては5万とかでも喜んでやりますよ。何をサポートするかなんですよね。今のコンテンツってどういう売り方をされてるんですか。何をどのように提供されてますか。実際の講座は Facebook グループを使って週に1回1時間のオンラインの授業、その他に月に1回リアルのレッスンっていうのも今回やっています。ますます講師を立たせる理由が特にないような気がします。オンライン上は1対1はないってことですよね。面接だけってことですよね。そうです。でリアルは月1で、これは本当に必要ですか。そうですね。オンラインの方でリアルでやった時にできてると思ったけど全然できてませんでしたっていう声とか、やっぱりもうリアルはオンラインの100倍いいっていう声とかもいただいてる。これは1対1ですか。いやグループです。そちらもただやっぱちょっと遠方の方とか来れない方もいるんですけど、遠方の方に対してはどうやって来てるんですか。リアルで講座生と一緒のやり取りをオンラインで配信してます。つまり講師は立てなくていいってことですよね。講師増やす必要なくないですか。全て自分でやった方がいいっていうか、ここが走るんですよ。フロントの活動でここでご自身が立ってみんなでやってるよっていうのが Facebook で走るんですよ。だからこういうことをやってない人の起業家さんの Facebook ってみんな Zoom でこうやってる写真上げてるだけなんですよ。ここが花なんですよ。花形なんですよ。ここに立つんですよ。ここをタグ付けして走りますから、私もあそこに参加したい、私もリアルで教えてもらいたい、ここなんですよ。ここをでっかい会場をどんどん借りていけばいいんじゃないですか。月1回のオンラインってマックスで何人集まりましたか。6と
とかですね。これ普通に30人まで集まっても特に問題なくないですか？増えていったらサポートスタッフたちも増やしていけばいい。サポートスタッフがいれば大丈夫。つまり稼働日数は変わらないんですよ。稼働日数変えなくても売上規模というのは3倍まで増やせますよね、単純計算で、はい、だからフロントの活動なんですよ、集客数なんですよ。で、集客数を高めるためにはここに集まってる人たちと写真をつけてメンションつけさせてもらって拡散してってもらうような、さっき僕皆さん写真撮りたい人あげてくださいねって、あれどうします、写真撮って寝かしとくだけじゃないでしょ。でこれをこうやってやってるのをズームだけでやってる起業家さんよりも実際会ってやって、先生と会えた、美しくなってきますっていう風にやった方がよりタイムラインが魅力的になりませんかっていうお話ですね。僕だったらここで必ず自分が登壇するんですよ、絶対に。ここ花形は絶対代表がトップになるんですよ。ここが要は行動動線上コンテンツ、つまりここで商品を提供しながらかつここが広告になるんですよね。ちょっと動画撮影の人入ってもらったりとか、あ、です単純にここが3倍になったらカメラマンの給料も出せるし、うん、動画も走るじゃないですか、うん、だからそこをじゃあ講座にして講師にして7割バックにしたらそこ人件費出ますって思っちゃうんですよね、うん、そこに対して写真を撮るとかその人たちにコンテンツ上げてもらうとかってまあまあ大変ですからね、うん、教会って本当難しいんですよ。講師のモデルを模索するとすごい泥沼に入ってくるので、これがですよ、月に何回リアルでやって、だけどもう溢れちゃってるんです、もうメンバーが1000人ぐらいなんですっていう風になったら初めて講師を考えるんですよ。でも今の規模だと講師作ったところで利益が減るだけじゃないのかなとは思いますね。サポートスタッフの人選に関しては卒業生です。卒業生に教える側に回ってみない、もうこれだけですよ、うん、教える側に回りながらもう一回そのリピートしないって、ね、打ち合わせとかオフ会で私とコミュニケーション取れることに価値があるでしょってところを教育していけばいいわけですね。それはもうこっちからこの人って感じ。ああ、もちろんこっちです。なんスカウトしますね。やりやすそうな人、綺麗な人、立ち振る舞いを、お話し方がすごく素敵な方、お話の仕方がお綺麗じゃないですか、お綺麗だと思ってるんですよね、うん、だからこういうような人を入れないとかって大事じゃない、できない人多いですよ普通に。まあそういう人選を生徒さんの中から、あ、この方話し方が綺麗だな、なんなら私の横で登壇してくださっても構わないなって思う人にお手伝いで入っていってもらって、お手伝いで入って喧嘩別れしないとか、お手伝いで入って大丈夫だって思ったら初めてその人たちが講師になってくるんですよ。僕だったらそうします。講師って募集して全員がなれるわけじゃないんですよね。度重なる面談が必要だったりするんですよ。でその面談をしないでお金いただいて講師通すじゃないですか。だからこうクレームになったりとか、その講師側もお金払ったのに講師にしてくれないんですかとか、お金払ったのに送客してくれないんですかっていう問題を抱えるぐらいだったらまず自分でやったらどうっていうようなアドバイスですね。その方がもろもろエラー、そうなんですよ。そうなんですよ。だから設計が全てですね。っていうのはもうコンテンツとしてはなくしたんですか？あるんですね。それは、はい、これは何をしてるんですか？それも全てオールオンラインでエクササイズをお伝えしてます。お伝えするだけであって一緒にはやらないんですか？一緒にやります。あとはこう動画をシェアして、今日のテーマのエクササイズはこれですみたいな感じでシェアしていく感じですね。これは払い切りなんですよね。そうです。教材とかだけもらっても自分ができないタイプなんで、ライブとかを使いながら一緒にやっていくっていうスタイルで設定してきました。僕がそれをやるんだったら月額制にするんですよ。結局自分じゃやらなくなっちゃうから抜けちゃうってことじゃないか、やらなくなっちゃうってことじゃないですか。このに対しての説明会はしてますか？勝手に決済サイトから買ってねって感じですか？そうですね。ライブとかをしてこういうイベントをやります、すぐ申し込みって、はい、これに対してリピートは生まれてるんですか？そうですね。そこからアップセルしてるんですね、うん、ここが売れ続けることが分かったら、ここを買ってくれた人に対して僕だったら行き着くコミュニティをちゃんと作るんですよね、うん、そしたらこれ普通にここが売れ続けることが分かったらリアルの月1レッスンのところに何回も参加できるよっていうような形にして、とりあえずここがフロントでずっと上がるようにするんですよ。メンションとかついて拡散されるような状態にしとくんですよね、うん、卒業生をすっごい大事にするようにしますね、うん、そこに輪に入りたいっていう渦ができて、交流会がフロントで回って人に入るってなってったら、それだけで1億いきますよね。今回は4月末で終わるんですけど、そのタイミングではまだ、はい、のオファーはしない方がいいですか、ね、別にしてもいいと思いますまだ売るんですよね、今後も、はい、売るんだったら、じゃあその人たちのコンテンツって何なのかって言ったら、リアルの月1に参加できるよとかって、そういう部分を売りにしたりとか、交流し続けるよっていう部分をちゃんと受け皿として作りますね。でここの輪がでっかくなっていくような感じにして、はい、これが100人200人300人ってなってた時に、起業家としての次のステージが変わると思います。これが月1じゃ人数が溢れちゃって月2月3ぐらいになりましたみたいになると、集客困らんくなりますね。あんまり
サポートスタッフを増やすってことを目標にしない方がいいかもしれないですね。少人数が一番いいですよ。めんどくさくないし、たくさんの人数と和気あいあいやるっていうのに結構女性起業家の人たちって持ってくんですけど、それ分だけ問題とかエラーは起きやすくなるので、少人数特化型の方が僕は結果的にやりやすくはなるかなと思います。まあそんな感じですかね。まだ講師を作る必要はないかなとは思いますけどね。もし今誰かに手伝ってもらうってなったら、アウトソーシングできる SNS 更新だったりだとか、今やってる発信作業に関してはアウトソーシングでいいんじゃないのかなとは思ってますね。で、ご自身でプロダクトに関してはまだ外に出す必要というか、誰かに任せる必要はないんじゃないですか。まずそこで人が溢れるっていうような状態にしちゃってから、サポートを増やすとか講師を作るとかでいいんじゃないですかね。ただまだ顔になってた方がいいですね。講師っていう顔になるようなポジションを誰かに任せるような集客力とか拡散力はまだこれからじゃないですかと思いますね。後ろに引っ込んじゃダメっすよ、絶対に。後ろに引っ込んだ瞬間売れなくなるんで。ちょっとテストでやっぱり募集かけてる子もやっぱりなかなか難しいですよね。でその人たちを増やしたところでどうしようもないじゃないですか。だから私がもっと前に出てその人たちの同集客しなきゃって首絞めてるじゃないですかやらない方がいいじゃないですか。本当そうなんですよ。設計が全てなんですよ。設計間違えなかったら頑張んなくてもいいんですよ。でも今設計がちょっと不安な方いっちゃってるから頑張んなきゃいけない状態になってるじゃないですか設計は本当全てですね。あとはフロントのセミナー活動をどう増やしていくのか。フロントのセミナーはワンデーできるのかな。何でもいいです。ダイレクトで来てる人たちっていうのはいらっしゃるんですか。あとは無料講座で3日間とか5日間とかで出したものから入ってきてくれてる方もいます、ね、はい。じゃあそれを整理した方がいいですね。買ってくれてる人のちゃんと把握した方がいいです。なんとなくじゃなくて、無料講座の人たちが本当に買ってるのか、無料講座も受けてるけど実はこっちも買ってたってことはないのかとか。ここからリアルを挟んでる人がこっちに来てるですよね。だったら結局ダイレクトここじゃないんですよ、はい、だったらやることはここからリアル交流会を増やしまくるってところになる、ね、僕だったらリアル付きイベントのここに1回参加できるよっていう特典つけちゃいますね。そうするとリアルをここで回収できるので全部繋がるでしょ。これで設計が、これが動線設計ですね。だからこれで全部解決したはずなんですよ今。だからここで決済してくれた人は1回ここに参加できるよ。でここに参加することによってアップセルも起きるし、拡散力も増えるし、ここに居続けるためにはどうしたらいいんですか、コミュニティの方にいてくださいねって卒業も案内できるんですよ。1回ここをとりあえず買ってみてって変化させるよっていうことを、ここでセールスかけながら卒業生もここで巻き取りながら既存の人たちもここで巻き取るんですよ。全部の起点はここだったっていう部分で、ここに対してのフロントに持ってくるし、ここに対してもバックエンドにも持ってくるしっていうことを、ここをいろんな位置でリアルでの月1イベントっていうのをいろんな位置でもコントロールできるっていうような状態にすることなんですよ。だからリアルの月1イベントが増えていくことが成功の近道なんですよね。参加人数が多すぎるのでアッパーで30人じゃなきゃダメだなっていう風に思ったら、30人も超えちゃうんだったら月2にすればいいんですよ。で月2月3月4ってなった時に毎日が集客活動になるんですよ。結局何やってても集客するなみたいな状態になるんですよね。これが設計ですね。今の設計は美しいと思いますよ、非常に。 OK ですか。はい、はい、これで多分整ったと思うので、これちょっとやってみてください。はい、以上になります。はい、応援してます。はい、ありがとうございます。